私は香川県警察本部広聴被害者支援課犯罪被害者支援室の秋山です。同じく藤原です。よろしくお願いします。藤原さん、今日は犯罪被害者支援室にお手紙が届いているのでちょっと紹介しようと思っています。はいはい、どんなお手紙ですか？じゃあ1通目から。犯罪被害に遭うとどのような問題が起こるのですか、ということなのですが。はい、犯罪被害に遭うと命を奪われる、怪我をするといった直接的な被害だけではなくて、精神的にも大きなダメージを受けてしまいます。そのせいで不眠や不安感といった症状が長く続いてしまって、仕事ができなくなるなど経済的に困窮する場合もあるんですよ。一旦犯罪被害に遭うと、このような困った問題が次々に生じてくるので、犯罪被害者が元の生活を取り戻すことはとても大変なことなんです。そう、そこで警察には犯罪被害を相談できる窓口があるんですよ。県警察本部では緊急の事件、事故以外の相談は警察相談専用電話#9110で受付しているし、私たちのいる犯罪被害者支援室には性犯罪被害専用の相談電話ハートフルラインを設置しています。ハートフルラインでは私たち女性職員が被害に遭われた方のお気持ちに寄り添いながらお話を伺っています。ハートフルラインの電話番号は087-831-9110番です。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までですが、時間外は留守番電話で対応していますよ。ところで、警察以外の犯罪被害の相談窓口があるのを藤原さん知っていますか？はい、もちろん知っていますよ。香川県公安委員会指定の犯罪被害者等早期援助団体である公益社団法人香川被害者支援センターという民間の被害者支援団体で、犯罪被害に関する相談をお受けしています。電話番号は087-897-7799番です。そこでは電話や面接による相談のほか、裁判所などへの付き添い支援も行っているんですよ。さすが、よく知っていますね。では次に2通目のお手紙です。犯罪被害者への経済面での支援制度はありますか、ですって。そうですね、犯罪被害に遭われた方は多額の医療費なども必要になることがあるんです。故意の犯罪行為で不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族や、体に重大な被害を受けた犯罪被害者の方に国が給付金を支給する制度があります。給付金の支給には所定の要件に該当することが必要ですので、詳しい内容は犯罪被害者支援室087-833-0110番までお問い合わせいただきたいです。そうね、もしも犯罪被害に遭ったときは一人で悩まずに、ぜひこれらの相談窓口などを利用していただきたいですね。県警察ではこれら以外にも総合窓口や専用の相談電話を設けて各種相談に応じています。詳しくは香川県警察のホームページなどでもご案内していますよ。ところで、犯罪被害に遭うことの深刻さや心の傷の回復が困難であることについて、県民の多くの方に知ってもらうことが大切だと思っていますが、そのための行事などを開く予定ってありましたっけ？あら、忘れたの？毎年11月25日から12月1日までを犯罪被害者週間として、いろいろな行事を行っていますよ。平成27年は11月20日に香川被害者支援センター等が香川県社会福祉総合センターで
性犯罪被害者による被害者支援の講演会を開催しました。それに12月5日は香川県が主催する人権フェスタ2015で私たちも被害者支援のパネル展示なども行いますよ。あ、そうでした。ぜひたくさんの皆さんに来ていただきたいですよね。そうね、来ていただきたいですね。皆さん、これからも被害者支援にご理解とご協力をよろしくお願いします。